2015年春行の新刊株式会社新潟テレビ21は新潟県全域を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は開局から2006年7月31日までは NT21 同年8月1日から CI 導入に伴いコールサインジュディ TV にちなむ UX に変更した。 アン系列のマストバイ局で、リモコンキー ID は、キー局のテレビ朝日と同じ、5。新潟県内四番目の民間放送テレビ局として、1983年10月1日に、開局。県内の民放局では、最後発となる。またテレビ朝日系列のマストバイ局では、前年の1982年10月1日に、開局した鹿児島放送に続いて12局目で、 昭和時代では最後の開局である。本社は竜島橋の西爪、田元にある。同所はかつて佐渡木線新潟港ターミナルがあった場所。開局当初の社屋は2階建てだったが、その後一部増築されている。また県内のテレビ局で唯一新潟駅、モズ口を真正面から情報カメラで撮影できる場所に位置しており、カメラからは モズ口の屋上にかかる青い新潟駅のサインを見ることができる。2004年10月23日に発生した新潟県中越地震の際には新潟駅を映しながら揺れるカメラの映像が全国ネットで伝えられた。社名は当初新潟テレビという案もあったとされるが、先発局のテレビ新潟と混同される恐れがあり、一つのアクセントとして21が付けられたとされている。 社名の21はアナログ放送のチャンネル番号 21CH に由来している。一部では21世紀という意味合いを持たせていると誤認されているが21世紀とは直接関係ない。開局当初の略称は前述の通り NT21、a 賞新潟テレビジョンネットワーク21の頭文字から取った。開局にあたってイメージソング、 愛しのキャサリンが制作された。この曲を歌っていたココは、男性のボーカルグループである。試験放送では、モノスコープやカラーバーなど、テストパターンの映像の BGM として、この愛しのキャサリンがエンドレスで演奏されていた。また開局前には、新潟市の小町山津指定など県内の繁華街で、開局を PR するキャンペーンを実施、ノベルティグッズのプレゼントなどが行われた。 10月1日の本放送開始後には、この、愛しのキャサリンを収録した、カセットテープの視聴者プレゼントも行われた。通常、地方局の開局にあたっては、親会社である、キー局や新聞社が主体となるが、NT21 の開局にあたっては、地元の政財界関係者もかなり注力したと、言われている。これは、テレビ朝日の設立母体の一つである東映の、創業者、 大川博が新潟県西神原郡中野口村出身であったこと新潟県が民放テレビの四極化を達成すれば当時本州日本海側の県では初のケースとなること等が背景にあったと言われている NT21 の初代社長に当時新潟商工会議所の回答を務めていた新潟臨港海陸運送社長の大久保政権が就任したことからも それが伺える。しかしながら地方都市に4局は当時からすでに下等状態であり、後発の弱みで開局時から今日まで経営成績の面では万年再開から抜け出せずにいる。UX は2001年4月より環境キャンペーンチームエコ自然派宣言を実施しており、植物の葉の形でエコの文字を表したチームエコのロゴを放送。 広告などで幅広く使用している。チームエコは、環境保護、改善を訴える啓蒙活動を中心としたもので、県内の行楽地、継承地でゴミ拾いなどを行う視聴者、参加型イベント、チームエコワーク、佐藤ヶ島まで、時が野生復帰するための環境整備をサポートする、時プロジェクトなど、県内各所で活動を行っている。2004年11月22日に、 県内の放送局で初めて環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得したほか、本社正面ータリー内には太陽電池パネルを備えた風力発電機を設置、社内で使用する一部の電力を賄っている。2006年8月1日、これまでの略称 NT21 から c I 導入に伴ってコールサインにちなむ UX に変更した。 これは、同年10月に、同局で、地上デジタル放送が開始されて、その後2011年7月以降、地上デジタル放送に一本化され、アナログ時代の親局である 21CH は、最終的に淘汰されるための措置である。地上デジタルの場合、UX に対して、物理的に割り当てられたチャンネルが 23CH、リモコンキー ID が5であり、 略称と送信環境との間に整合性がなくなることが略称変更の大きな要因となった。また、UX にはコールサインを表す他に、それぞれのアルファベットにも意味を持たせており、U は U イコールはなた、視聴者、X は未知、無限、進化、交流、発信、可能性、双方向などを表している。また、 NT21 が UX に相性を変更したため、2006年8月以降、親局のチャンネル番号を相性に使用しているつぼねは存在しなくなった。また、デジタル放送のリモコンキー ID 番号を正式な略称の一部として採用しているつぼねもない。2010年4月3日、新潟市中央区のレックスンにサテライトスタジオ、レックスンスタジオをオープンさせる。 そのコケラ落としとして、同日13時55分から1時間、春の UX 全部見せます。レクスタ誕生。新番組も始まるよ SP を生放送した際に、新しいつぼねのキャラクターとして、ゆーちゃん、ゴーちゃんが初登場。地上デジタル放送は、総務省の計画に基づき、テレビ新潟と同じ2006年10月1日に開始した。 同局が最ル試験放送を始めた時には、チームエコをはじめとする同社のキャンペーン、イベント、催し物の宣伝のほとんどがハイビジョン化されていた。翌年の夏以降、ハイビジョン制作においては、同局はテレビ朝日系列の地方局では、積極的な活動を行うつぼねの一つとなった。また、データ放送にも力を入れている。新潟県内の民放局では一時期、 データ放送印刷サービスを常時行ったことがあり、また2010年2月9日から三上市で行われている全国初の公共交通社会実験に協力をしている。さらに2012年2月6日には平日のレギュラー報道番組全力ライブの新コーナー、新潟のみんなで空をライブにて県内ローカルテレビ局初のインターネット回線経由を使ったデータ放送、 双方向機能の使用を開始した。NT21A、SAT 中継者ら地取材風景現在は、イタリック体の UX を図案化した赤色を使用している。開局当初から略称変更までは赤色で大きく21と書かれた左下に黄色い NT の文字を配したもの。しかし、デザインが煩雑であることから、速報テロップ等には、 ブロック体で図案化した NT21 というロゴも別途使用していた。後年は番組やイベントによって NT21 のロゴデザインはまちまちになっており、使用するロゴは一定していなかった。一方、新潟テレビ21の社名ロゴのデザインは変更されず、ほぼ一定のデザインのものを使用していた。しかし UX に解消後は、 新潟テレビ21のロゴが、車体の文字に変わった。送信書、中継局では、UX ロゴが書かれている一方、高田デジタル中継局、アナログ中継局、本社社屋と新館の間に、新館建設以前から現存する、駐車場の案内看板では、NT21 ロゴが残存している。リモコンキー ID は、ここである。 テレビ朝日系列のリモコンキー ID 地図新潟県は、岡山、香川巡航域県等と同様にすべてリモコンキー ID をキー局に合わせたため、UX はテレビ朝日に合わせて5となったが、新潟県で5は、もともと JNN 系列局の新潟放送のアナログ親局で使用されていた。その BSN は、リモコンキー ID が TBS テレビと同じ6となったため、 日本の民放で唯一アナログ親局より大きな番号になった。なお、アン系列でリモコンキー ID6 を使うつぼねはアナログのチャンネルを引き継いだ朝日放送テレビの他に名古屋テレビ放送と北海道テレビ放送があり、メテレと HTB はそれぞれ先発た系列局がアナログ親局と同じ5 CH をリモコンキー ID に引き継がれたため、 6を採用したが、リモコンキー ID5 を採用している。なお、ウェブサイトで、リモコンキー ID は5チャンネルとは書か,かれず、会社概要では、リモコン番号5、中継局一覧では、リモコン番号5番でご覧くださいと記載されている。2011年7月24日、定破時点企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出店 九百九十二年三月三十一日二千三年三月三十一日、従来、新潟県のアンテレビ朝日系列は九百六十八年開局の新潟総合テレビであった。NST 設立当時、朝日新聞社が全国朝日系、テレビネットワークを構築すべく、全国各地に UHF 新局の開局申請を行い、その結果、他系列と相乗りになる形で、 朝日系のテレビ局 NST が開局した。読売新聞等の愛乗りながら朝日系のテレビ局として案に加盟していた。しかし NST は富士テレビとの関係が深く NST とクロスネットをしていたネットテレビと日本テレビの両陣営は新たにテレビ局免許申請の可能性が出てくると共に NST を諦めて 新曲解説に注力することとなった。しかし1973年に県内3曲目のチャンネルプランが割り当てられた際には、申請者の一本化に失敗して、新曲解説は頓挫している。1980年に改めて3.4曲目のチャンネルプランが割り当てられた際は、両陣営の激しい免許争奪戦の末、1981年に、 日本テレビ系列のテレビ新潟が開局。テレビ朝日系列 NT21 の開局は、その2年半後となった。2016年現在、設置されている箇所を挙げる。テレビ朝日系列のネット番組、ローカルセールス、送りネット及び系列局制作番組を記載。なお、制作局の表記のない番組はテレビ朝日制作。テレビ、 東京系列のネット番組制作局の表記のない番組はテレビ東京制作。その他の番組遅れネット及び系列局制作番組を記載。なお、制作局の表記のない番組はテレビ朝日制作。民協協は引き続き BSN が加盟、放送、男性女性。ありがとうございます。